皆さんこんにちは、うん、東中野教会の牧師の浦上みちるです今日も明日の礼拝に備えた手術礼拝の牧草を共に始めていきましょうこの手術礼拝の牧草では明日の日曜日の意味や聖書のわかりやすいお話をいたしますえどうぞ気軽にご参加くださいでは最初に明日の聖書箇所につながる賛美歌を共に歌いましょう 賛美歌21をお持ちの方は賛美歌21をご準備ください賛美歌21の405番「すべての人に」の1節と3節を共に歌いましょう 救いの道を開きませり十字架の上に死にたまえる御子こそとは 明日の果てまでもよあしたは復活説第4手術聖霊降臨説の第4手日 オーディナリータイム年間の第十一となります先週も触れましたように今年は三年周期の一年目永年ですのでマタイによる福音書をずっと読んでいきますこれから見ていく箇所はこれから何週間にわたって見ていきますがこの箇所はイエス様が弟子たち一人一人に声をかけて 弟子たちを召し出しそして共に宣教しながらも共にだけでなく弟子たちを訓練してそれぞれの場所へと宣教に派遣していくようなそんな場面が記されていますそれでは共に聖書を読みましょう聖書の朗読はマタイによる福音書10章1節から8節までマタイによる福音書の10章の 節節から8節までです「新約聖書」の17ページをお開きく,ください。「マタによって記された主イエス・キリストの福音」「主に栄光」イエスは12人の弟子を呼び寄せ汚れた霊に対する献納をお授けになった。 汚れた例を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まず、ペトロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレ、ゼベダエの子ヤコブと、その兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと、超税人のマタイ、アルファエの子ヤコブとタダイ、 熱心党のそれにイエスを裏切ったイスカリオテのユダであるイエスはこの12人を派遣するにあたり次のように命じられた「違法人の道に行ってはならないまたサマリア人の町に入ってはならないむしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい」 病人を癒し死者を生き返らせ重い皮膚病を患っている人を清くし悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。我らの主イエス・キリストの福音、キリストに賛美。 では今日もこの聖書箇所につながる絵画を一つご紹介しますはいこちらですこの絵画は13世紀のイタリアの画家ルッチョが描いたガリラヤの山でのキリストの権限と名付けられたそんな絵画となっていますこのあの名前の通りこの絵はイエス様が復活された後ガリラヤの山で弟子たちに会われ はい、そして天へと登っていく直前の姿を描いたものです宣教へとあなた方を押し出していくっていうそういう場面ですねが描かれていますまあちょっと細かいとこなんですがあのよく見ると弟子たちはみんなはだですイエス様は弟子たちに 一つ一つ下着も荷台を持っていってはならないとかいろんなことを細かく指示をしてそして選挙へと押し出されました弟子たちもそれをしっかりと守っている姿が描かれていますイエス様は弟子たちを選挙へと押し出されましたそれでは今日の箇所を見ていきましょう今日の箇所にはイエス様が12人の弟子たちを選ばれる場面が記されています そしてまたその12人をしっかりと訓練をし選挙へと派遣するところですこの箇所は何度読んでみてもやっぱり不思議な箇所でもありますなぜイエス様はこの12人を選んだんでしょうかこの中には例えばもう最後のところにはイエスを裏切るイスカリオテのユダの姿も記されていますもう 自分のことを裏切るっていうことを知っていながらもイエス様は一人一人名を呼んで召し出されたんですまたこの12人の中には例えばマタイとシモンという人が含まれています彼らは政治的には極右と極左にあたる人たちでした熱心党の指紋と記されていますこの シモンは熱心党の党党員だったんです熱心党という政党なんですがこの人々はどのような立法違反政書をしっかり守るということを本当に第一に考えていて立法に違反する者に対しては行動をもって報復するというものであり当時としてはテロ実行犯のようなそんな姿でとして 人々に捉えられていましたローマ帝国による不当な命令に対しては武力をもって抵抗するという、まあ、過激派でもありました一方マタイは徴税人です徴税人っていうのはある意味このシモンが属している熱心党の真反対敵対勢力でありローマの まあ、ローマ帝国と結託して利益を得ていた人たた人ちでしただからシモンにとってみたらマタイは自分たちの国を裏切った人たちある意味被告人のようなそのような姿で見ていたんですこのマタイと朝鮮人のマタイと熱心党の党員であるシモンが同じ場所にいるということ自体が まあ本来ありえないことでしたしかしイエス様によって一つにされこの徴税人と熱心党の人が一緒にいるということが起こりますそして同じ目的を持ち同じように派遣されていくんですもうこのこと自体が奇跡でした私たちの周りでも同じようにイエス様によって あるいは神様によって結び合わせられこのような同じ奇跡が起こっていますそれを確認をしながらその承認となるのが私たちの歩みです共に神様の奇跡の技を探しながら私たちも歩んでいきましょうでは共に主の祈りを祈ってこの回を終わりましょう主の祈り天にまします我らの父よ、 願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。 皆様の上に神様の豊かな祝福があるようになります父と子と聖霊の祝福があなた方一同の上に豊かにありますようにアーメンこれで手術礼拝の目標を終わりますではまた手術礼拝でともにお会いしましょう